豚汁編。まずは IH の上で大根をカットしていきましょう。嘘でしょ。エコー、はー、おまな板いらずの清水坊主天国行き。人参も IH の上で切っちゃいます。人参には免疫力を高めるベータカロテンがいっぱい。冷え性や貧血にも効くです。だから人参を食べている女の子がいたら、え、今日せんやろ、大変だねと声をかけてあげましょう。イケメンポイントアップです。さらにはごぼうを炒めていきます。皆さん、ごぼうには栄養価が高いと思っておりますか？ごぼうは食物繊維ばかりで便秘改善やろうでしかありません。皆さん、先入観には騙されないようにしましょう。さあ、味噌、だし、みりん、酒を加えて、ここでネギを入れていきます。少し食感を残したいんですよね。さあ、蓋をして野菜を切ってぶち込むだけで終わる簡単調節で美味しいお料理、豚汁完成です。さあ、動画に映るズボンがなさいのでちょっと着替えます。もちろんノーパンです。今回のお供はお水。え、どうしてお酒を飲まないのかって？なんとこの時大学の履修登録を間違えていて留年しそうだからね。さあ、はっきり言って撮影になる気がありませんでした。それどころじゃないんです。遅れ履修登録みたいなのを私申請したんですけど2週間連絡が来ません。どうしたらいいんでしょうか。4年生だから卒業できません。だから150万をまた払えばいいってことですか。いい商売しておりますね。どうしよう、怖いに土下座する練習しとかないといけませんね。